はい、というわけでやってまいりました。今日紹介するのは、はい、iPad Pro で絵を描いてみたです。皆さんね、 iPad Pro をどのような使い方しますかね。私もね、いろいろね模索してみましてね、結局ね、絵を描くっていうのが素晴らしく優れてるなということで、今回ちょっとこの絵の方の描き方を説明していこうと思います。ほら、こんな感じでね描けちゃうんですよね。はい、ではまず、この Adobe Sketch ですね、こちらを皆さんダウンロードしてください。はい、いきなり出てきましたね。これね、鋼鉄城のカバネリ、これ漫画を描いてみたんですね。さっきのね、ほらこれ EOS70D、これとかね、キャノンアイビスミニ X ですね、これとか、あとタバスコ、この辺はね、物をね見ながら描いたんですよね。ちなみにね、これほらこうやってね過去に戻っていけるんですよ。こういう感じで、ほらほらほら、すごいっしょ。こんな感じである程度ね昔に戻れますはい。で、今回説明するのはこちらですね。はい、こちら、鋼鉄城のカバネリですね。これね、漫画を描いてみました。これがね、まずね、トレースされた、絵なんですよね。まずね、どういう風にやったかというと、まずね戻ってみましょう。はい、戻りましたね。はい、まずはね、この線がありますよね、ここまでをトレースします。まずトレースする、原画ですね。これはね、実は、はい、ここに配置しておりました。こいつをこういう風にね重ねて、こんな感じかな。まず写真ありきなんですよね。で、線を描くときにちょっと薄くします。これでね、ある程度ガイドラインっていうのが描けますよね。まあ、これができればね、皆さんね簡単にね漫画なんかね描けちゃいますよね。はい。で、ここまでまず絵が描けましたと。ちょっとだいぶはしゃりますけどね。なら、まあ、こう横にまず寄せますよね。で、ここから色付けです。色付けを、この筆でやっていくということですね。まあ、やり方はね、人それぞれあるんですけども、まあ、とりあえずこの肌色をね、見ながらね、まず色を決めていきます。これでね、濃くしたりできるんですよね。まあ、だいたいこれぐらいかなと。で、インクの量ですよね。濃くしたり、薄くしたりできます。で、筆の大きさ、これもね、自由に細くしたりできますね。で、筆の調子、これもね、まあ、いろいろね、あるんですけど、まあ、こういうね、細いのから太いのまであります。まあ、いろいろありますね。で、はい、とりあえず塗っていきましょうね。で、これで、まあ、さささーっとね、こう塗っていきますよね。肌色の部分をね、適当にね、こうやって、こう塗っていくんですね。まあ、薄いですよね。まあ、何回も何回もこう塗り重ねると、こう陰影が、こうついてきますね。この、肌の影の部分は濃く塗っていきます。こういう感じでね、立体を描いていくんですね。どん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 色をつけていきますよね。すると、はい、完成と、完成ということですね。はい、カバネリと。まあ、こんな感じなんですよ。はい、ではもう一つ描いていきましょう。次はね、このミニカー。これをね、描いていこうと思います。まずね、写真を撮りましょう。iPad Pro の、まあ、もうこれね、もう、このキーボードもういらないかもしれないですね。まあ、大体私外してます。はい、撮りましたね。はい、では描いていきましょう。まず Adobe Sketch にさっきの写真を読み込みます。で、まあだいぶね端折りますね。こういう風にね、ガイドラインを描いていきます。まあ、もう一緒ですよ。もうとにかくね描くんですよ。だーっとね、ほらこんな感じで色をつけていきます。はい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 、はいと。まあこんな感じですよ。面白いですね、これ色がね。最初はこの辺ですね。もうね、
もうここまでかけたらね十分なんですよ。こっからはね色をつけるだけなんで、ね、ほら面白いっしょ。はい、完成。簡単簡単。はい、どうでしたかね皆さん。意外とね簡単にね描けますよね。で、それらをね皆さん共有したらいいと思うんですよね。私はね最近ちょっとインスタグラムを始めまして、インスタグラムね、こちらにねアップしてますんで、インスタグラムとあとツイッターですね、ツイッターの方でたまに書いた絵をあげますので、皆さんぜひ登録してくださいね。詳しくは下の説明欄を見てくださいね。あとついでに YouTube のチャンネルも登録してくださいね。赤いボタンを黒くしてくださいね。はい、というわけで iPad Pro で絵を描いてみたでした。じゃあね、ボーイ。